サムライ塾のことです。こちらの動画ではですね、仕事の中の幸福というお話をしていきたいと思うんですけど、まず皆さんにお聞きしたいのはですね、皆さんはご自分のお仕事で何をしているときに幸せ、一番幸せを感じるでしょうか。はい、私なんですけど、私はですね、こう先ほどね、レジュメ完成しましたよって動画アップしたんですけど、まさに、あの瞬間なんですね。で、先ほど手直しも全部終わって、今全て完璧バージョンが出来上がったんですけど、こう3週間かかったんですけどね、今回のレジュメ4枚作るのに3週間かかったんですけど、こう生みの苦しみもあるんですよね、非常にね、まあ、いろんな書籍とか調べたり、学者の本を買ってきて読んでみたり、まあ、図書室行って調べてみたりとかですね、いろいろやって、それこそですね、まあ、非常に、苦しい時期もあったんですけどね、ちょうど1週間ぐらい前はね、ちょっと苦しい時期あったんですけど、それでね、なんかどういう、なんていうんですかね、こうもっとうまい教え方ねえかとかね、そういう苦しみがあったんですけどね、まあ、レジュメで形になって、これで、2日後ですね、包括利益セミナーを実施するというですね、この、なんていうんですかね、この高揚感ですね、こう早くこのねレジュメを使って授業やりたいっていうね気持ちに今どんどんなってるんですけどね、この世にですね、こう自分が生み出したオリジナルレジュメ、ね、世界に1個しかないこのオリジナルレジュメですね、これを使って簿記講義をすると。で、その簿記講義をすることによって、受講生さんがですね、分からなかった論点が分かるようになると、ね、で、その結果合格に近づいてですね、人生が変わるきっかけを得られるというですね、この流れですよね、この流れが私にとって一番の幸せなんですね。簿記講師やってて本当に良かったなって、ね、思う瞬間なんですね。はい、というのがですね、まあ、今回ちょっとまた味わうことができてですね、非常に、今満足している状態ですね。はい、で最後にね、まあ、経営の観点から喋っちゃいますとね、まあ、これあんまやりすぎるとね、商品7部、商品3部、売り7部とあるようにですね、まあ、武田先生がおっしゃってるようにですね、こう商品が9部とか10部になっちゃいますからね、そうすると売りが全くなくなるって、潰れていくというですね、まあ、そこら辺のバランスがですね、こうちょっと経営者としては非常に難しいんですけどね、まあ、たまにね、たまに、経営者としては失格かもわかりませんけどね、こう講師業だけにねちょっと絞りたいって思うときは正直ありますね。簿記講師のね、講師業ねに絞りたいって思うのも正直ありますね。楽しくなっちゃうんですよね、こうレジュメ作り始めちゃうね。でも講師業にこうなんていうんですか、執着しちゃうとね、どうしてもこう売りっていうのがおろそかになってきちゃってね、結局いいレジュメはできたんだけど生徒さんが一人もいねえとねいう最悪の状態になっちゃいますからね、まあ、それだけは経営者としてはちょっと避けなあかんということですね。まあ、動画とかね配信して、マーケティングをね一生懸命やってるんですけどね、ここら辺のね、まあ、バランス、ね、がもうちょっとねうまくいったら経営者としてもね、もうちょっと皮がむけるのかなと、ね、いう感じは今受けてるんですけどね、はい、今一生懸命そこはもがいてる最中ですね。でも簿記講師としてはね、もう16年のね、ノウハウがね蓄積されてね、16年経ってもやっぱり楽しいですね、レジュメ作りはね、うん、新しいのって作ってね授業やるっていうのはやっぱ楽しいですね、これが一番僕の幸せです。はい、ということでした。はい、以上です。